北定一は日本の都市計画家長野県に生まれる1966年に東京大学工学部都市工学科を卒業後、同大学大学院工学系研究科修士課程に進み、1968年に中退した。建築都市専門雑誌作り編集長を経て、1971年に東京にて都市計画事務所、 地域づくりのプランニング会社の有設計事務所を東京で設立し代表取締役となる。1977年に岩手県森岡市に事務所を移し、以降は主に岩手県内の都市づくり、町づくりのプランニングから都市景観づくり、商店街の活性化など多数のプロジェクトに関わる。このほか、NBN 代表有限会社バイオラボ代表取締役、 国土交通省地域振興アドバイザー。岩手県政策評価委員会副委員長。森岡市総合交通施策懇談会座長。森岡商工会議所。都市交通問題特別委員会委員長。岩手県公共事業評価委員会委員長。岩手産業振興センタープロジェクトマネージや。道の区国際ミステリー映画祭ゼネラルプロデューサー。地域プランナー。 美しい岩手水市委員会委員長、大野美幸邸、白鳥梅の回復理事長、特定非営利活動法人ソーシャルデザインサポート理事長、特定非営利活動法人岩手 NPO フォーラム21代表理事などを務める。また、道のく国際ミステリー映画祭の立ち上げ、岩手県公会堂県民フォーラムなどの市民活動にも携わった。 資源循環型木粉植木鉢で2002年度グッドデザイン賞を受賞した。著書に現代の都市デザイン、都市計画の地方文献ちづくりへの実践など、ありがとうございます。